こんにちは有吉直子です今回は最初の合奏までに準備しておきたいことどんな風に準備しておけばいいのかどれくらいやっておけばいいのかということについて考えてみたいと思います。まず最初に初めて楽譜を渡された日から合奏の日までにどれくらい仕上げていけばいいのかどれくらいの準備をしていけばいいのかというところをちょっと考えてみましょう。 だいいいいいこれれくくくららやってててておけばいいかかななと思うのののがどれくらいのレベルなのか自分に置き換えて考え考てみてください例えばつっかえながら一通り位置を吹いてはみたという準備それとも1人で吹いている時には音は一応を間違わないで吹けるという段階の準備それとも周りの音が聞こえた時にも惑わされないで自分のパートが吹けるという準備また他のプレイヤーがどの部分でどんなコーをやっているのかは知っているというレベルの準備分析はバッチリしたけれど指がついていくかどうか実際に吹けるかどうかはからないという程度。 の準備 他のプレイヤーの音を聞いてその演奏についていくような抑揚をコントロールすることができる段階の準備この中であなたはどの段階までの準備が必要だと普段思っているでしょうかもしかしたら一人で練習している時にはちゃんと吹けたとしても合奏に入って音の聞き方が変わると聞こえ方が変わると音通って間違えてしまったりとか思わぬ音が聞こえてきたとか聞こえるはずの音が聞こえなかったなんていう風うに戸惑って間違えてしまう楽譜から落ちてしまうなんていうこともしかしたら起きるかもしれませんですが予想外のこ ことが起きたとしても落ちたりせずにちゃんとその聞こえる音の抑揚に合わせて演奏を続けることができるというのが合奏の準備というふうに言うことができます一人で吹いてみた時に間違わないというだけでは合奏に入る準備とは言うことができないですね私は音大に入ったばかりの頃に大学のオーケストラの授業だとかあとはまあ学外なんですがプロの演奏家たちが集まる合奏団体に参加していたのでそこで初めての合奏の時に経験したことなどちょっとシェアしたいと思います 私は音大に入る前は一般の大学にいて大学のサークルオーケストラに所属したりサークルの吹奏楽に所属したりしてアマチュアの友人たちと演奏するということが音楽活動のメインになっていました。アアマチュ奏奏者として演奏してて演いたので 半年とか1年ととかかかけて1つの曲を仕上げる定期演奏会までに仕上げるそれまでに何回も何回も何回も繰り返しリハーサルがあってそこで不読みもさせてもらえるし指揮者からいろんな指図をしてもらって抑揚を考えることもできるっていう状況の中で演奏していましたなんですけれども音大の授業ではそんなに丁寧に不読みから付き合うような練習の仕方はしませんしもちろんプロの団体で不読みからするなんてことはありえませんまず一番最初に集まって音を出して合わせましょうその時に最初からインテ テンポで演奏されるということにまずとても驚いたのを覚えています。 曲のどこでテンポが緩む可能性があるのか前向きになる可能性があるのかどこで立ち止まる必要があって自分が飛び出さないように注意しなきゃいけないのかどんな雰囲気で吹き始めるべき場所なのかということは自分で準備するものではなくて指揮者に指図されるのを待つそれでいいと思っていたので自分で何か準備してくるとかここを飛び出さないようにしようとかここを緩むかもしれないなんていうふうに心構えをしておくっていうことをしていませんでしたなのでインテンポで振り始められたその合奏の中で突然ルバートがかかるとか突然立ち止まって ゲネラルパウゼになるとかっていう場面で自分が突っ込んだり乗り遅れたり楽譜から落ちてしまって今どこやってるのかわからないっていうことになってしまったりという経験をしたのはすごく印象に残っていますもし今の私が何かのリハーサルに参加して当時の自分が隣で吹いていたとしたらどうしてこんなちょっと考えればわかるようなこと準備してこないんだろうとかこんなもう有名な名曲でここで立ち止まることは分かりきってるのになんでその心構えをしていないんだろうとか 無神経すぎるなと思って呆れたかもしれませんと当時一緒に演奏させてもらっていた奏者たちからは呆れられていたんじゃないかなと思います初めての合奏に参加したとしても周りがちょっとした何かの気配を醸し出した時にそれをキャッチして ちょっと緩むのねとか前目に行くんだなとかっていう風に気が付いてついていくことができるようにびっくりして立ち止まるではなくって心構えをしてちゃんとそれに対応できるようにしておくというのが合奏にに行くまでで準備しておきたい不読みといとう作業の一つですその人が参加している演奏団体によってとか場面によって求められることっていうのはもちろん変わるとは思いますが最低限の準備としてどういうものが想定されているのかっていうところちょっと整理してからさらって練習して。 合奏に臨むというのはすごく役に立つかもしれませんでは次にさらう、符読みをするって言ったときにどんなことができるのか考えてみたいと思いますまず最初に音符をインテンポで並べることができるというのは当たり前という風にしておきたいと思いますそれよりもさらに一歩進むのであれば自分と一緒に出る楽器、自分の動きと絡む動きをしているパートがどこなのかということも把握しておきたいですねそういうのは結構長い楽譜、曲になってくると 記憶するのも大変なのでいちいち楽譜にメモをしてしまうといいと思います編曲する必要のある楽譜の場合は鉛筆で書いて返すときには消して返しましょうもしかしたらスタンダードなシンフォニーだとか組曲だとかよく演奏されるようなものの場合には覚えてるかもしれないんですけれども全て人の記憶に頼るというのは はっきりとととああんまり頼り頼にならななならいいいうかかギャンブルのの部分があるのではないかなと私は私思っていますそうやってどのパートがどういう動きをしているのか自分とどう絡んでいるのか絡んでいないのかということを把握していると突然ユニゾンが出てきてびっくりして引いちゃったとか。 入れ子の動きになっているはずのところ、交互の動きになっているはずのところ一緒になっちゃったとか、そういう変なことをしないで済むようになりますじゃあ、ふ読みをしようと思った時に音源 YouTube とか CD とかいろんな音源を使う方もいるかもしれないんですけれどももし音源を聞きながらふ読みをするのであれば注意しておきたいことが一つありますオーケストラの演奏とか、合奏の演奏を公開する場合にはだいたいそのオーケストラ全体が綺麗に聞こえるようにバランスよく聞こえるようにという ことを意図した位置でマイクでで拾ってて音を収録しいいるとととうことがほとんどですですが実際に演奏する人っていうのは一番オーケストラの音が綺麗に響く場所に座って演奏しているわけではありません。自分の楽器と離れている楽器の音は聞こえにくくなったりやっぱり隣の音は聞こえやすくなったりっていうことは起きます。 なのでこの音が聞こえたら入ろうなんていうふうに当てにしているとそれがもしかしたらほんのちょっとちっちゃくしか聞こえないなんていうことが起きるかもしれませんしこの音は CD だとか音源では聞こえあんまり聞こえなかったなっていうような音が隣ですごく大きく聞こえたりとか印象が全然違うということはよくあります。 なので聞こえてくる印象だけを頼りに不読みするっていうことよりはスコアを見ながら今どのパートが何をやってるのか自分は何をしててどういう場面でどういう役割なのかどう絡んでるのかっていうことを調べてしまうということの方が早いです手っ取り早いです音源で不読みをしていると今の楽器どういう動きをしてたんだろうって何度も繰り返し繰り返し超音して聞き取ってっていうふうに時間がかかってしまったりもしかしたら聞き逃してしまったパートがすごく重要な動きをしていたりなんていうことも起こるかもしれませんとっても耳が訓練されてソルフェージ能力 の高いっていう自信がある人はそれでいいかもしれないんですけれどもそうじゃない場合はスコアを見て。 さっさと書き込んでしまった方がずっとずっと短い時間でそれが済むことになるので最初からスコアを開いて音をチェックして自分とどう関係してるのかっていうことを知ってというやり方の方がずっと早く作業することができますスコアを開くって思っただけで面倒くさいっていう気持ちになってしまうかもしれないんですけれども音源だけに頼って繰り返し繰り返し同じところを聞いてみるそっちの方がよっぽど面倒くさいと思いますなので少ない時間でふ読みをしたいと思うのであればさっさとスコアを開きましょう それが一番手っ取り早くて簡単で正確ですということで不読みとかさらうということについてもっといろいろできることはあるんですけども今回ご紹介するのはこれだけにしておきたいと思います楽譜の読み方とか分析の仕方また音の聞き方耳の使い方体の使い方とか心のことなどいろいろ書いているメルマガを無料でお届けしています下の概要欄のリンクからお読みいただけるようになってますのでぜひ登録して読んでみてください解除もいつでもできますので安心して読んでみてください本日は以上ですどうもありがとうございました